ジェイミス・ラナ・エド・ウィンストンは、アメリカ合衆国アラバマ州、ベッセマー出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューオーリンズ・セインツに所属している。ポジションは、クォーターバック。アラバマ州のヒュイタウン高校では、アメリカンフットボールと野球の両方で活躍し、ライバルズ .com では、全米で、最高のデュアルスレッドクォーターバックとして紹介された。高校卒業後、 テキサス・レンジャーズに15巡目でドラフト指名されたが拒否し、フロリダ州立大学に進学。1年間をレッドシャツとして過ごした後、2014年に史上最年少でハイズマン賞を受賞し、チームを b c s チャンピオンシップ制覇に導いた。大学時代も引き続きアメリカンフットボールと野球をプレーし、野球では投資兼外野手の宇藤良大田選手として活躍した。 2015年の NFL ドラフトで全体1位でタンパベイバッカニアーズに指名された。2015年5月1日にウィンストンはバッカニアーズと4年2335万ドルの契約を結んだ。ウィンストンが野球でも活躍を見せていたことなどから、この契約ではフットボール以外のスポーツを禁ずる項目も入っている。2015年シーズンの開幕戦で、 同じくドラフト一巡指名の QB マーカスマリオタ、ヒキるルネシータイタンズと対戦。最初に投げたパスが相手 CB にインターセプトされ、そのままタッチダウンされた。ルーキー QB のプロ最初のパスがインターセプトリターンタッチダウンされるのは1991年のブレッド・ファーブ以来のことであった。2015年シーズンは4402パス、獲得ヤード 22td。 15INT の成績に終わった。2019年は NFL 史上初の連続450パスヤードや NFL 史上8人目となるシーズン5000ヤード見投げを達成した。また、史上初の30タッチダウン &30 インターセプトも記録した。そのため、パスタッチダウンのリーグ1位だけでなく、インターセプトとターンオーバーもリーグ1位という記録となった。 2020年2月28日、断裂した半月板を修復する手術を受けたことが明らかになった。また、レーシック手術を受けたことも分かった。さらに、2019年シーズンを通して、膝の怪我と親指の骨折に対処していたことが、彼のパフォーマンスを妨げていた。バッカニアーズに、トム・ブレーディが移籍してきたこともあり、ウィンストーンは、 バッカニアーズと再契約を結ばなかった。2020年4月28日、バッカニアーズと同じ NFC 南地区のニューオーリンズ・セインツと1年契約を結んだ。セインツではドリューブリーズ、テイ・サムヒルに続く3番手、q b となったが、プレーオフレのフルスタンパベイ・バッカニアーズ戦では、56ヤードのパスタッチダウンを決めた。千二十一年シーズンはそれまでセインツの 請求 b であったドリューブリーズの引退に伴い先発 QB に指名されたレギュラーシーズンポストシーズンありがとうございます。